このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが番組スタッフ越前 AP に秋田県内の知ったけいいところをプレゼンするコーナーです。勝者には椎名ちゃんの番組内で自身の冠コーナー獲得の権利が。今日も番組スタッフ越前 AP に気に入られるためにチェスの2人がそれぞれ自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら街の魅力もお伝えします。今回は緑の三角屋根が目印の薬局佐野薬局本店にお邪魔します。家猫マンですね、はい、家猫マンですね、かわいい、ね、名前が、ね、仲良しコンビだって仲良し、うん、あ自分と猫のコンビっていうことですね、はい、うん、ね、猫一緒に寝ると癒されますか。あ確かにね、はい、ね、なるほど。これ名前つけるとしたら AP どうしますか。これいいですか、うん、これいつでも家猫番ですね、うん、そうですね、冷たいにゃんですかね。冷たいにゃん、うん、今日から冷たいにゃんです。奥さん一緒に寝ませんか。ちょっと顔似てるもんね、はい、AP とだと。ええ本当、うん、似てますか。あ、ね、わ冷たいやんって、うん、ね、似てますか。あら、かわいい。気持ちいいって書いてます。気持ちいいって。頭にその保冷剤引いて、これを前から首にこう当ててでもいいですもんね。そうですね、うん、至る所に死んでこまって。これはね、いいですよ、このアイテムは、ありがとうございます。夜ね、暑くて起きちゃうからね、今ね。暑いね、うん、どうですか AP 的にはこの2つ今アイテム、ね、うん、紹介してもらいましたけど、もっと欲しいから。 もっと見たいですね。もっと見たい。いや、なんかでももうないですよね。あ、ひんやりグッズですか。いや、ね、ありそうな気配が、はい、あります、ありそうな気配が。あ、そうそう。以前もご紹介したことあると思うんですけど、うん、資生堂ベネフィットの、うん、アイスエッセンスですね、定番で、はい、使い慣る前にこう、もうダイレクトに、うん、そうですね、はいはい、じゃあエビ口開けて。そういうじゃない、口はダメ、生クリームじゃない。そうですね、お顔でもね、うん、あ、おー、すごい泡出てきた。すみません、ちょっと少なめなんですけど、じゃあちょっとエビ、手のひらですね、すごい、ひんやりです、あ、これは気持ちいい、気持ちいいですよね。あ、気持ちいいですね、あ、すごい、スースー、スースーする。え、香りもしますか。香りもあの優しい、あ、うん、あの、はい、うっすらこう、はい、あの、いい匂いですね、石鹸系は。なんかちょっといい匂い、はい、ちょっと、ぜひぜひ、たぶん、あの、いいやんですよ、ひんやりですよ、これ、あ、気持ちいい。これ佐藤さんの勝ちじゃない。佐藤さんの勝ち、あれ、これが佐藤さんのプレゼン。佐藤さんのやつだとしたら、いや、全部佐藤さん教えてくれたけどね。これ佐藤さん、気持ちいいし、いい匂い、あ、うんうん、いいな。ちょっと買ってみてもいいですか。すいません、はい、で、まずね、振ってもっと、もう一気に振ってもらって。あ、そう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 、そうあの、コットンにジュッと取っていただいて、ジュースこんな感じで、もっともっとなんです、すみません、ちょっと、はい、下から、で、あの、まあ、お顔とかでもいいですし、うん、顔にじゃちょっと、はい、気持ちいいですよ、うん、顔に行った方がいい、めっちゃ気持ちいいですよね。気持ちいい、はい、これもちょっと、すごい、めっちゃ本当ね、はい、でね、なんていうと、キーンとしすぎなくてね、本当ね、自然な冷たさなんですよ。美容液の成分とか、ちょっと、わがマスクもやってみようか、これ。クロロフォルムって。あ、すごい、見て、何ですか。新しい世界に生まれ変わったようです。どこ行ったの。それどうしてもやりたくて。美容成分も入ってます、ね、美容成分。次回も知ったけいいとこプレゼンします。